今後の目標や未来像、なにわ男子としての。そうやね、分からへんよ極論ね、これからどうなってるかっていうのはほんまに分からんくて、1年後2年後3年後10年後20年後どうなってるかは分からないですけど、もう多分ずっと思っている目標、そして未来像であるのは、ずっと一人一人が仲良く横一列で歩んでいくっていうのが僕のなにわ男子としての目標であり未来像かな。いや、したいことはいっぱいあるよ。したいことはいっぱいありますけども、大前提としてそれがないとやっていけないのじゃないかなと感じてる人なので、それかな。